の真実を見抜く。それが私の役目。ったく、いきなり全部兄上に任せるだなんて。大元気、義の重臣王宿の娘で、政治軍事の知識に精通した才媛である。それゆえ芝居からは芝将のお目付け役を任せられていた。時は三国鼎立の時代、両党の公孫衍が魏に対して反乱を起こす。討伐を命じられた芝居はこの芝氏を指揮官に任命した。だがその弟である芝将はただぼやくばかり。大元気の出番が早速訪れた。はあ、なんだよ元気。出会い頭にため息なんて。疲れてるのか。四条殿、あなたは分かっていて見当違いな軽口を言う。いちいち指摘するのも。けどよ、みんな頑張って働きすぎなんだよな。先帝も父上も兄上も職も功。公孫衍は
気だな。なんて素晴らしいの。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。やっ、変化。守備配置につけ。さあ戦闘に備えるのだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。者ども、城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み、敵の疲弊を待つのだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。ではこれで最後にしたいものだ。高速芝居殿、高速戦意を失ったな。ここは竜光師の出方を見るか。邪魔なのよ。王元気は
司馬将をよく支え、共に蜀を滅ぼした。蜀帝劉禅は安楽公に奉じられ、三国鼎立の時代は終わる。司馬将は天下統一のため最後の仕上げに取り掛かった。だが大元気の日常は変わらない。司馬将の成長を感じながらも毎日彼の世話を焼く。それは重責を負った司馬将にとっても耐え難い日常だった。師匠殿、またどこに行ったのかしら。師匠殿。あ、元気か。早かったな。政務を放棄して人の部屋で居眠り、お仕置きが必要のようね。ああ、頼むぜ。え、嫌に素直ね。最近みんなよそよそしくてつまんねえ。元気だけだ、前と変わらないのは。どんな立場になろうと、師匠殿は師匠殿。こうしてすぐに逃げ出してくるのがいい証拠ね。そうだね。疲れているなら少しだけ見逃してあげる。でもまたどこかに行かないように、ここで見張っているから。ああ、そりゃ助かる。